저 사문에. 안녕하세요, 미소입니다. 今日は何をするかって言ったら、メガネやばいよね。このメガネやばいよね。この前 ICL の手術しましたみたいな動画出してやんか。ICL 終わってね、なんか疲れて、え、これ、え、飲み物だったの？私、パンだと思って振り回しちゃったんやけど。え、でも負けてない。負けてない。ほい、てかね、負けたって方言だったんやって知らんくてね。この前友達ん家で、やばい、負けたって言ったら、え、何に負けたの？みたいな。多分こっちを予想しとって、負けた、なんていうの？こぼれた？こぼした？みたいなやつらしくて。確かになんで負けたんだろうと思って。めっちゃ熱い。私なんでホット頼んだんだろう。ほうじ茶ラテ。え、この前ね、スタバのね、期間限定のさ、ほうじ茶なんちゃらみたいな飲んだんよ。めっちゃ美味しくて。で、これなんかビチョンコやけど、ほうじ茶ラテ、これで合っとうか分からんけど、ちょっとこれ飲んでいきたいと思います。ほんで ICL 終わって、そう、めっちゃなんか疲れた。めっちゃ疲れた。本当に疲れた時ってそんなにはもうお腹すかんねえ。なんか言うやん、なんか細い子とかってさ、暑い時とかにさ、なんか、まあ、全然もうポンジュースしか飲めんみたいな、スイカしか食べれんみたいな、まあ、スイカはね美味しいけど分かるみたいな感じやけど、まあ、確かにちょっと記念撮影したんです。スタバでランチとかやってみた。え、ちっちゃっ。え、待って、え、待って、私もっとなんかこうなんかこういうの予想しとったんやけど、絶対足りんやん。絶対足りんやん。これなんかね、なんかもうね、なんかローラとかが食べてそうやない。絶対あかん、絶対あかん。これ熱いんかな、これ飲めんかったら最悪ね。あ、おい、てか見て、これ目にレンズ入ったんよ。なんかすごいよね。なんかこっちメガネかけてる方がなんか雰囲気出るかなと思って、なんかすごい目がね、なんかトローンってしたよ。これ匂いからして飲めなさそうなんやけど、これいけるやんか。お寺の味って感じ。お寺の味かな。縁起良さそう。じいちゃんおばあちゃんが食べてそうな味。美味しい。何でも美味しい。もうなんか最近何でも美味しい。ほい、ほんでさ、ここ泊まってるとこなんやけど、乃木坂46ですみたいな。乃木坂っていう地名本当にあるんやと思って、乃木坂っていうところ今回泊まってみたんやけど、いつもね、なんかこういう、なんていう、ネットフリックスじゃないわ、ウーバーイーツの動画の時ってね、みそちゃんホテルですかここはみたいな。でもなんか人んちっぽいやん。え、誰の家やみたいな。彼氏の家ですかみたいな。彼氏そこってなんか匂わせ動画ですかみたいな。言われるんやけど、なんかいつもね、私、アイエンビーエントみたいな、なんかこういうところでね、宿泊は探してる。あ、でもこれ美味しいわ、ホットホテルとかより安いし、普通の家なんや。アイロンとかもあるし、なんか料理もできるし、出ませんけど、ね、だ普段家で1000やつがここに来てするわけないやん。安いしね、めっちゃ綺麗なんや。クーラーとかもめっちゃついとるし、下ちょっとズボン履いてないけどこぼしてるんで、やけどする。あ、ここからオープンザドアですね、ヨロボン。こうやっていただきます。美味しい。あ、でもちょっと頭ガンガンするな、コンタクト。いただきます、ヨロボン。ちゃん潜っけ、ヨロボン。もぐ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 マシケオンヌンジュンもぐもぐ。うんうん、え、めっちゃ美味しいんやけど、なんかローラの味、ローラとお寺の味。あ、なんかこれ合うの、この2つ。てかいつも思うんやけど、このスタバの女の人って誰なん。これ自由の女神。あ、やばい、なんか これ見たら頭痛くなる。これ眩しいんかな、これちょっと眩しいんかもしれん。これ美味しいわ。いや、抜かしちゃダメ。いやいや、マイシエルさ、やってさ、なんかもう世界めちゃ変わるよね。うん、生の野菜みたいな、畑から取ってきましたみたいな味がする。こう美味しいね。なんかモデルとかが食べる意味がわかるわ。なんかこれ食べよる自分みたいな、いい気分になる。テンション上がるわこれ。で、こっちはなんか縁起良さそう。年末年始とかおじいちゃんおばあちゃんが飲んでたの。熱いもの飲んだ時でここめっちゃ通らん。てか今日めっちゃテンション低いように見えるやん。私めっちゃテンションぶち高いよ。もう世界見えるようになってる。そうよ。そのね、ICL やね。ICL ね。食べる前、あ、食べたいか。ICL を やる前に友達が昨日くれたね、お菓子食べたらめっちゃ美味しかったんやって。ちょっと紹介。あ、え、なんかね。ないわ。これめっちゃ美味しかった。なんかおつまみっぽいんかな。まぶしい。チョコビール、チョコボール、ピーナッツの中身、塩キャラメル味。私これ、モーニング食べたんやけど、めっちゃ美味しいこれ。止まらん。でもこれじゃ足りん。なんかもっと箱買いみたいなの売ってほしい。これ西条にもおるよんかな。てか東京とかってさ、CM もさ、西条と全然違うけん、CM だけでもおもろいことない？地方によって CM がまぶしい。これめっちゃまぶしいこれ。なんで ?ICL 向けじゃないんだろうか、この食べ物は。ICL やった人はあんま食べん方がいいとほしい。なんかさ、テレビとかさ、スマホとかさ、なんか見ながら食べたらさ、なんかカロリーを摂取してないって思うみたいな。ん？すみませんよね。なんていう、体が知らん間に食べとるみたいな。まあ、確かにと思って。だってさ、映画とかさ、見よるときとか、じゃがりことか食べよって、気づいたらさ、なんか箱んなくなくなっちゃって、あれ？ない？みたいな。あれ？ない？私のじゃがりどこ行ったみたいな。あれ？もう全部食べたみたいな。まあ、確かにそう思ったらさ、何もせずにさ、いただきますみたいなさ、1対1でさ、食べ物と向き合った方がいいんかなって思うけどさ。
でも見てしまう携帯見てしまうストーリーとかめちゃ見てしまうストーリーちゃんとあれ最後まで見るタイプみんなこうやってもうバンバン飛ばすタイプ私バンバン飛ばしていくんだけどあんまほぼ見てないかもしれんでバンバン飛ばしちゃっていきなりあっ何さっきのみたいなで戻ったりみたいな なんか赤ちゃんがさ木の中にさ寝てさ上でこうやって遊ぶ道具みたいななんかこういう白貴重な部屋っていいよね美味しかったいいね寝ようか寝ようかもう外暑すぎて歩く気せんなんかやばいよねだってやばいよいやなんか今年も夏来るのめっちゃ早かったと思ってこんな前までさなんかクリスマスみたいなの言ったのにさもう7月やが言ってさ8月やが言ってさでもどうしたらいいみたいなついていけなんか地球もなんかもっとこの周りよねこうだんだん地球に見えてきた最近地球がどん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 早回りより気するし1日秒で終わるしマジでありがとうございました皆さん。